2、はいえー、級管工事施工管理士学科試験の予想問題、えー、第15回目です。えー、これ、必ずよく出ますので必ず勉強してください。浄、えー、水道施設に関する次の技術のうち適当でないものはどれか、はい。1、取水施設、水を取るところですね。えー、河川や小沼あー、これはダムとかですね、えー。地下水の水源から水を取り入れ、洗いゴミや砂を取り除く、えー、施設である、えー。水を取るところですね。 はいえー、この下の絵でいうところのえー、この川からですね。ま淀、あ、川淀川ですね。水を取り出してきてえー、と川からね。水を取る。取る出す施設のことを、えー、出水施設と言います。はいで、えー、浄水設備、えー、浄水浄水。 施設,施設は水源を水質基準に、えー、適合されるするため、えー、沈殿、ロッカー、消毒等を行う施設である。これは例えば大阪市で言えば、そうですね、ちょうどあの、えー、なんだ、えー、なんて言ったっけな、えっ、ー、と、えー、西中島南方に大きな、ね、水道局の施設備があると思うんですね。あそこで、えー、かあの淀川から取った水を浄化して きれいにする施設を浄水施設と言いますね、大規模な施設ですね。あれ確か明治時代の古い施設なので、ぜひね、観光地受験している人はね、見学ができますんで、見に行った方がいいです。で、洞水設備は浄水場から排水池まで、常時一定量の浄化した水を送る施設、違います、これはね、それを排水管と言いまして、導水施設というのは、取水場。 水を川から取り出す場所から、えー、ろ過する、ねえー、浄水設備に送るです、ね、配管や設備のことを言います。はい、で今回の問題はこの3番が答えです、はい。4番、排水設備は浄化した水を、えー、給水区域内の需要者、まあ、市民です、ね、に必要な水圧で必要な量を供給する。はいえー、この下の絵でいうあの排水タンクですね、これが、ねえー、排水施設といいます。 だからあの高台にあったりとか、高、え、地、ーねえーえー、の高いところにあるです、ね、タンクを設けていると思いますが、えー、そういうところが排水池となります、はいで。今日の問題、答えは3番となります。下の絵、ぜひ、ね、見て覚えてもらってできたら、ねあのえー、西中島南潟の、南方の浄化設備の施設を見学してください。こういうのは全部見れますからそうすると勉強になると思います。以上です。